こんにちは、速稼塾の久保です。今日のブログコンサルは実際にいただいたブログをもとにいろいろとね、考えていこうかと思います。まずタイトルなんですけども、鍵山くん銀メダル、何ですかこれ銅メダル、これちょっと分かりませんけども、オリンピックの話題だと思います。タイトルの付け方気持ちは分かりますけども、実はねこういう風なタイトルの付け方の方が望ましいというものを持ってきますね。ヤフーのトップページですけども、例えばですね、ヤフーのトップページに見出しがついてますよね。まずこれと同じようにした方がいいですね。そうするとこことの関連で SEO 効果が高まります。ここもそうですね、今後は明言せず考えたいということだからね、これ、鍵山さんは全てが詰まった銀とか書いてますよね。でもう一つなんですけども、ここ銀メダル金銅メダルっていう風に書いちゃうんじゃなくて、それぞれ別の記事として書いた方がいいですね。でそうするとタイトルもしっかりとこちらと同期できますしね、それから記事数も増えますんで。でこんにちはで書き始めてます、まだまだ寒い日が続きますよねと、早くあったかくなってほしいですね、お鍋とかいろいろと美味しい時期は時期なのですがとは書いておりますが、ここはね、まあこれで悪いことはないんですけども、まあできればね、読者さんがどんな生活を送ってるかということで書き始めるか、もしくは最初からこれタイトルでオリンピックの話題出してると思いますんで、まあオリンピックのねネタ、こちらを今日は書いていきますっていうことを最初に入れた方がいいかなと思います。もしくはオリンピック選手がこういった食事をしているところをピックアップして記事に独自性を持たせるとかね、そうすると結構リサーチしてるなって、この人の記事は詳しそうだなっていうふうに思っていただけるんですよ。とにかくタイトルでオリンピックの銀メダル銅メダルっていうふうに歌ってるわけですから、記事が一貫してね、どこを切り取ってもオリンピックのこと、選手のことっていう風に見えた方がいいかなっていうところですね。はい、そしてこちらはリンクを示していただいて、その後でリンク先の内容をまとめてくださってます。まあこれはですね、タイトルがそのまんまこちらの赤字で書かれているようなもんなんで、まあどっちかがあればいいかなっていうところですね。これはまあただ反復といって、ただ記事を長くするだけなんで、くっつけるよりもちょっと離した方がいいかなと、書くんだったらね、まあなくてもいいって感じです。まあおめでとうございますって気持ちを先に書いちゃってもいいんじゃないですかね。本当おめでとうございますと、自分のことのように嬉しいです。皆さんも喜んでいただいてるんではないかなということで、記事を書いた方がいいかなと。で注目のこのアモー選手っていうんですかね、私ねテレビ全く分かりませんからね、だからこのたどたどしいんですよ、こういういわゆる世の中の話題っていうのは。で4位でオリンピック3連覇はできなかった、オリンピック史上初めてとなるクワッドアクセルもちょっと知りません、これどういうことなのか私分かりませんけどね。あ、それでこれはね、果敢に挑戦する姿は感動しましただと、ちょっと感想としては不十分なんですよ。だから何かのように、まるで何々のようにみたいな比喩を用いて書かないことにはリアリティを読者さんに与えることができませんので、まあ言ってみればね、薄っぺらい記事だなって感じさせることになります。でここにね独自性が出るんですよ。また初めてラーメンを食べた時のような感動でしたとかね、これ分かりにくいかまあでもね、そういうふうに比喩を用いて、あ、分かる分かるその気持ちみたいにしないといけないんですよ。で、2月15日から女子の競技も始まりますねと、今後もフィギュアスターって目を離せませんと書いてますけども、ここに日程とかがあるといいですよね。日程ってのはね、日程のタグってのもあるんですよ。要するにフィギュアスケートの日程はいつだったかなっていうふうに検索する人が多いわけなんですよね。何時から放送開始かなとか、だからそういうのも書いてあると検索にそこからかかっていくってことになります。で、最後にね、こうハッシュタグずいぶん埋め込んでくれてますけども、あんまりねこれが多すぎるってわけじゃないんですよ。ハッシュタグが多すぎるとスパム扱いされちゃいますんで、あんまりおすすめしません。でもこのくらいだったらいいと思いますよ。理想的にはね、ブログだったら7個から8個、YouTube だったら3つというふうに言われております。いいねをしておきますね。あ、いいねが押せない、すいません、ログインしてませんでした
はい、という形でね、ブログの全体像、いろいろと言い過ぎても分かんなくなっちゃうんで、この辺にしときますね。で、もう一個だけヒントを出しておきましょうか。よいしょ、ラッコキーワードっていうのがあります。ブログを書く人だったらこれもちゃんと知っておきましょう。ラッコキーワードっていうのはね、例えばね、夜沢翼あれというふうに検索するとするでしょう。ラッコキーワードで、これ、ね、ラッコキーワードって何がわかるかっていうと、検索のやり方で、夜沢翼スペースなんとかかんとかで関連検索する人がいると思うんですよ。キーワードを2つを組み合わせて検索とかでね、で、より自分の調べたいことに最短でたどり着くために検索する手法なんですけども、じゃあね、夜沢翼という名前とあと他のキーワード何を組み合わせて検索される例が多いのかってことがもう瞬時に出るんですよ。 Google 検索と Bing 検索と YouTube 検索の3つ、これについて調べていきましょう。はい、そうするとね、まずは Google 検索、左のこれ見てください。 Google 検索になってるでしょ。夜沢翼と何もない、夜沢翼と嫁、夜沢翼と経歴っていう感じで、この2つを組み合わせて検索される例が多いですよとかね、3つのキーワードだったらこんな感じですね。このキーワードで検索する方が多いということが出てるんですよ。よしですか。 Google 検索ではですよ。で、夜沢さんは投資もされてるんで、夜沢翼チャートとかね、夜沢翼さんは知恵袋出てないかなと思って、夜沢翼知恵袋とかで検索する人もいるみたいな。で、それがアルファベット順に、あいうえおで出てるわけですよね。はい、これよく見てくださいね。すごい多いでしょ、うん、で、Bing というマイクロソフト独自の検索システムでもこれで出るわけなんですよ。まあ Bing は使われる方はあまりないんでね、 YouTube で調べてみましょう。私の場合 YouTube をよく使いますんで、 YouTube で検索する方は夜沢翼と何々何の何で検索するのかなっていうふうに考えていくときにこうなるわけです。だからこの2つのキーワードを使ってタイトルを書いたり、この2つを記事の中に埋め込んだりすると検索で拾われるケースが増えるでしょ。だからブログをやったりね、 YouTube をやる人ってこんなのを当たり前にやってるわけなんですよ。だからこれをやらないと最初から勝負にならないわけですよね。まあ今日はそのぐらいにしておきましょうか。細かい使い方はまたそのうち徐々にお話ししていきます。今日は以上にしときましょうか。はい、ブログコンサル今日も終わりましたけども、まあブログをねやっていってアクセスを集めたり、そこで収益を上げるにはテクニックむちゃくちゃあるんですよ。で、ブログで稼げるその金額の多さっていうのは、そのテクニックをどのぐらい知ってるかによって変わってきます。知らない人はゼロです。知っててもそれを使い続けない人はゼロです。知っていてなおかつ量産できると収入は上がってきます。うん、だからブログで稼ぐ公式ってこれだけなんですよ。じゃあどんなテクニックがあるんですかってことは、自分で調べるか本でも買ってくるか、私のブログコンサル受ければいいということになります。ブログコンサルは無料ではありませんけどねやっぱりここまで細かくやりますんで無料ではありません。ただ今ね、速稼塾の塾生さんにブログのコンサルのちょっとね、触りをやってるんですよ。で、まあ、アクセスをどんどん今取っていただいてるんですけども、まあそうですね、この方がね、まあ、当たり前に数百とか数千とか取れるようになるといいなと思いますけども、まあ基本的にブログの量を作ってくれないと、私がいくらテクニックを話しても、じゃあ10本20本書きましたじゃ全く効果出ないんですよ。やっぱりね、数百本数千本書いてやっと今日お話したようなブログのテクニックの効果出るんですよ。だからね、続けられるかどうかっていうところなんですよね。本数がたくさん作れるかどうかってこと。まあ例えば1日に10本ぐらいの記事では全然足りないんですよ。まあそれは全然ダメですね。もう趣味の世界です、そうなると。だから無料のブログスタンドで、それは趣味で楽しめばいいかなと思いますけども、稼いでいこうとするんだったら、ブログの自動生成システムとかをね、使ったりとか外注化をしたりとかして、やっぱり1日に、まあ、100本とかね、200本とか、まあ、数百本っていう言い方になりますけども、なんとか作れるような仕組みを、まあ、仕組み作りをしていくってことですかね。本当にね、ブログね、一人でね量産してなんとか稼ごうとするのはできなくはないですけども、まずは通る道がいっぱいあるってことですね。まあブログコンサルは聞きかじりとか本買ってやりましたみたいな延長の上には
なかなかないってことかなと思います。1万4000本ブログを書いてきて、ブログで半年後に月収100万を突破した私だから分かることでございました。まあ私よりもねすごい人なんでやっぱ山ほどいますんで、大したことは言えないですけども、まあでも私たちが望んでる月収っていうのは大体100万あったらもうね一旦落ち着くでしょ、うん、だから月収100万ぐらいだったら努力できますんでね、努力で行ってもらいたいと思います。じゃあ本日は以上です。ありがとうございました。